こんにちは、荒木和弘です。民社党の当時ですね、ふっと思ったことがありました。まあ、民社党ってでも様々な考え方の人はいるんですよね。で、大雑把に分けてみて、安全保障とか、まあ、そういうことにこだわる人、あるいは国体ですね、まあ、要は皇室のことに関わる、まあ、そういうことに関心を持っている人というのは、逆に社会主義にもですね、関心が強い、自分が社会主義者であるというようなことをですね、まあ、認識をしていると、まあ、私も実はその一人なんですけども、それで逆にですね、あんまり社会主義とかいう言葉を使わない人の方が、こう国体とかですね、あるいは安全保障なんかも含めて、まあ、あんまり関心がないで、どっちかというと、まあ、当時の日本社会党と一緒にやった方がいいというような立場の方々っていうのは、そういう人がどっちか多かったような気がしております。民社党は昭和天皇のご不礼ですね、ご病気になられて亡くなられる、崩御される前ですけども、私たち党本部書記局の人間は、まあ、交代でですね、まあ、もしその時が来たらということで泊まり番をしておりました。で、まあ、私ももちろんその一人でしたけども、で、崩御された時は金話、まあ、通信で話すで金話ですね、というのを発表したんですが、おそらく他の党よりも格調が高い、ものであったと思います。で、泊まり番やってたのもおそらくうちだけだったんじゃないですかね、という感じがするんですね。まあ、そういう思いは今でもやはり引き継がれております。私自身今でもお前は考え方どういう考え方だといえば、まあ、社会主義者あるいは民主社会主義者、というふうに答えますし、じゃあ皇室の言葉ということであれば、やはり男系のですね、天皇を維持するということによる、まあ、皇室をしっかり支えていくという意味では、自分自身もやはりそれ間違いなくそういう思いを持っている人間であります。で、基本的には、まあ、イギリスも、まあ、必ずしもイギリスと日本の皇室と比べられない部分もあるんですけども、やはりイギリスの君臨すれども統治せずというのとですね、まあ、近い部分が日本の皇室にあることは間違いなく、で、まあ、我々にとって天皇陛下っていうのは基本的にはその祈っていていただければいいということでですね、まあ、国の安泰を祈っていていただければ、それが一番大事なことではないだろうかと思います。だから、この天皇がいいとかあの天皇が悪いとかですね、まあ、そんなことは言ってもしょうがない、言うべきではないというふうに思います。これ右の方々の中でですね、やはりあまりにも逆にその天皇というものへの思い入れが強すぎるあまり、自分の気に入らない天皇はダメっていうふうな判断をする方もおられるわけですよね。まあ、ある意味で言うと226の将校ってそれに近いものがあったのではないだろうかと、あの時だから天皇を中心とした国を作るというふうに言ったんですけども、計画が特にあったわけではない。で、そういう中で当時の昭和天皇はもうこれは逆賊ということでですね、討伐をするということを明確にされた。まあ、これある意味で言うとその方々が226の将校私からすれば裏切られたというふうにもなる。三島由紀夫の英霊の声なんかに出てくるのはそういうことですよね。でもやっぱり私は違うと思うんですね。皇室という存在はともかく存在をしていただくことというのが一番、意味があって、そしてその社会を作るのは、まあ、我々の国民の仕事であろうというふうに思います。だからこそそういう意味で言うと、まあ、民主社会主義的な考え方でですね、やはり公平、公正というものを中心として、なおかつもうこれでいけばいいんだということではなくて、もう常に改革を続けていくということ、それがまあ必要なのではないだろうかと
そういうふうに思っております。おそらく、まあ、私が知ってる限り今民社ということにアイデンティティを持っている人の多くってやっぱりそういうところがあるのではないだろうかなというふうに思っている次第でございます。まあ、あくまでそう言ったって旧民社の人間といったってまだたくさんいますからね、個人的な感想に過ぎないんですけども私はそういうふうに思っているということでございます。今日もありがとうございました。